おっと。艦長、未知のエネルギー波が若干強度を増しました。発信源はこの付近のようです。何もないな。エネルギー波を追ってみます。何かヒントはないですか？ごめんなさい、これといって。本当に些細なことでもいいので、何か気になる箇所があれば教えてください。アンヌさん、漏洩している未知のエネルギー波はこの地点で最大強度になっています。確かに大きな反応だ。影も形もないけどな。研究所の施設は地下にあって、移動には転送を使うのかもしれません。なるほど。でもそれじゃあ機械が故障でもしたら生き埋めだろう。絶対どこかに非常用の出入り口があるはずだ。工学的な偽装をされている可能性もあるので、このエネルギー波を逆にたどってハッキングを試みます。頼む。ここは見通しが良すぎる。長時間は危険だ。見つかったか。モテるってのも参加した過去撃破だ。マナマナか。もう少しです。みんな時間を進めなきゃ。キリがない。ミスをやるんだ。まだかかるそうですか。もう少しです。インペリアルブラスト。あそこに飛び込め。クロノスの樹荫生物、全部クロノスの仕業だったってこと。何なんですかこれは。断定するにはまだ情報が足りない。先へ進もう。まさか
こんなことって。予想はしてたって顔だな。いえ。どこまで知っているんだ。それは、すみません。リリア！違います。よく見てください。確かに違う。でもそっくりだ。どういうことですか？優先すべきはリリアの情報だ。今先を急ごう。いけるかもしれません。やってみろ。何か来る。アルカミナ、アイスニードル。邪魔をしてくれ。大丈夫ですか？私たちに時間かけていけば。もはや霊人芸ですか？アンヌ、できるだけ急いでくれ。よし、来い。頑張って。リンクフリー。一歩も交代できないというのは少々答えるな。もう少し時間がかかる。このセキュリティの厳しさは確実にここが重要施設である証明ですね。お楽しみのところ悪いが、早くしてくれ。風よ、逃がすな。逃がすのか。どうだ。精力なら誰にも負けないんだ。成功です。でかした。皆さん、急いで私に続いてください。どうした、また罠か。リリアさんがいます。この研究所の中にですか？そうです、この下の階にいます。リリア！どうしちゃったの？この頭、女の子の髪にこんなことするなんてひどい。それでも無事でよかった。もう大丈夫だぞ。最初の頃に戻ったみたいね。こんなところに連れてこられて、監禁されて、ショックを受けてて当たり前ですよ。ゆっくりでいいから、また仲良くしようね。再会を邪魔して悪いが、ここは危険だ。すぐに脱出しよう。ちょっと待ってください。マカか。今度はミスしません。行くぞ。はい。あの人たちはリリアが大切なんでしょうか、それともリリアの能力が大切なんでしょうか。彼らはリリアさんを人間として見ていないと思います。アンヌを怒らないでやってくれ。言い方は冷たかったかもしれないが、彼女がそう思ってるわけじゃない。怒ったわけじゃないです。ちょっと思いついただけで。思いついた？受印を取ってしまえばリリアへの興味はなくなるんじゃないかって。なるほど。
小国か。小国？呪印というのは人の手によって人体に刻まれ、その能力を発揮するの。同様に呪印を人体から消せる技もある。それが小国。私たちにこんな力はいらない。私たち、サンテロールへ来てくれれば研究所には私が話をつける。サンテロールまでというと長旅になる。一旦イーストトレクールで準備を整えて、その後サンテロールを目指そう。いいかな？賛成です。消してしまっていいんですか？いいんだ。先生、それで兵隊の問題は？問題ありません。負傷者の手当てを医療班が見ていますが、戦闘に支障がある者はおりません。違う、この町の負傷者だ。はい、ご命令通りに軍の医療班が見ております。先生、ご子息は？今はそれどころではない。ですがフィデル君はよくやっています。それはよかった。要件はそれだけか？はい。さあさあ、リリアが疲れ切っていますから、早く宿に戻って休みましょう。私は別に。気づいてないだけよ。ほら、行きましょう行きましょう。誰だ？こんな夜中にどうした？父さんこそ。ビクトルから聞いた。強くなったな。初めて褒めてくれたね。お前が忘れているだけだ。そんなこと、いつも叱られてばかりだった。そうだったかな。例の女の子はどうなった？まだまだどうなるかわからない。でも全力で守るさ。お前が人を守りたいというとはな。親になってみればわかる。子供を守りたいと思うのは決して親だからじゃない。大人になれば自然に思うことだったんだと。お前も本当の一人前の男になったんだな。様子がおかしい。すぐにビクトルの元に行って偵察に出るように言え。お前も仲間たちと合流し万が一に備えるんだ。いいな？分かった。敵将がいる。流星、流星を消した。電を吸う。流星、てめえらまとこれが耐えられるなら耐えてみせろ。めでは旗に叩き込んでやれ。人にある逃亡することだ。なぜ無駄な死人を出す。リーチに入った。くっ、思い上がるのだ。この首もらった。さすがだな。ダリル、ビクトルならわかるだろ。俺からはもう戦争を続けられず。勝手に決めつけてくれるな。分かっているはずだ。ここからさ、ここは消耗戦でしかない。その通り。やめろ。負けじゃない。わからんよ。すね、あっ、
まだだ。まだ終わらない。一発逆転といこうか。リア、行く。お前クロノスが探していた娘だな。近づくな。近づいたらこいつの命はないものと思えよ。父さん、近づくなって言ったろ。おかしな真似はするなよ。こいつは交渉材料だ。いただいていく。私構うな。さんは黙ってる。さて、最初の条件だ。そうだな、今夜中にこの町から出て行ってもらうか。あとはおいおい考えてやる。楽しみに待ってろ。私がリリアをしっかり見てなかったせいで、ごめんなさい。すぐに救出に行こう。しかし、その動きが敵にバレたら。だからすぐ動くんだ。奴らがどこに行ったのか分かるのか。北西にある処刑所跡地を宿営代わりに使っている。えらく物騒なところを選んでるな。昔トレクールが犯罪者を処刑するのに使用していた施設ですわ。今は放棄されているはず。よし、行こう。私も堂々させてほしい。隊長？なら自分たちも。正式な命令がない以上、これは軍令違反だ。そのようなことをお前たちにさせるわけにはいかない。ですが、これは命令だ。了解です。必ず軍事顧問を助けてきてください。ご武運を。行こう、ビクトル。これから行くのはレスリア軍のオークヴィル大尉じゃなく、僕の弟弟子で仲間のビクトルだろ。ああ、そうだな。よろしく頼むぞ、兄弟子。絶対助けよう。よし、行くぞ。